亀岡の古民家改修サオギアに来ております。今日は、サオブチ天井のお話をしたいと思います。これが、サオブチ天井と言いますけれども、もともとの日本の家ですね、和風の和室とかですよく使われていたサオブチ天井、最近はクロス張りっていうような天井の仕上げが主流かなと思いますけれども、まあ、ちょっと前まではこのサオブチ天井がですね、主流だったかなと思います。今回ですね、こちらの改修するにあたってですね、こちらのサオブチ天井自体は触っておりません。ただやっぱり築100年近く経っているということもあって、若干ね、たわみですね、この家の場合はこう押され真ん中が上がったような形、横から押されてキュッとこういう形で、たわんでいたと。見てですね、分かるか分からないか程度です。もう我々って言うとあれですけども、住まい手の方ですね、はなかなか気づかない程度なんですけども、まあ、今回ですね、大工さんの方でこの家全体を、まあ、改修するというところで、やはり、そういった細かいところですね、ちょっとしたもう、見ても気づくか気づかないよ程度の歪み、歪みであっても、やはり大工さんはこの家をですね、大切に持っていただいて、まあ、見えないところでもしっかりとですね、丁寧に改修修繕していただいております。その様子をまたご覧ください。もともとの釣り木を外して新しく糸を張って釣り直します。1階では水平に張った糸に合わせて天井を持ち上げます。糸に合わせて微調整をしていきます。まだ開けなかった、まだ開けなかった、一旦開けなかった。天井はこっちはない新しい釣り木で固定し直します。こんにちは、石山テクノ建設の富田です。この度古民家再生マイスターに認定いただきました。古民家ですね、古民家の、まあ、維持管理からですね、まあ、活用、耐震改修、断熱改修まで、古民家にまつわることについてはいろいろとご相談に乗ることができるかなと思っております。最近、古民家の空き家が多くなっていますけれども、まあ、一軒でもですね、古民家を活用していただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。